際を見て、本当は また上から行った。上から行っちゃったよ。だよから。よっしゃ、来たぞ。ちょうちん。おし、いいサイズじゃね。どうや。よしよしよし。よしよしよし。よいしょっと、ほら、ナイスサイズや。ほら、完璧捉えたぞ。ほら、ナイスや。おったおったおった。よしよし。で出てくれたな。ナイス提灯。40？今日は完璧に捉えたぞ。どう40？数字42.5。ほら、ナイスフッキングやったぞ。ちょうちんで出てくれたです。よっしゃ。スモラバフィッシュ。提灯で出てくれた。ナイスやったね。わ、ザラザラだ。結び返してあげな。そしてね、今日このアブの理由ロケットなんですけど、これのライン巻き替えてきました。オルトロスのゾーンフィネスっていうやつ、今日初巻き替えで、今日ね、あのこれの感じとかいうのもちょっとね確認しにしながらねやっていこうと思って来たんですけど、うわ、またこうやってライン何言ってくそう。しまいにこれこんなことしとったら釣り気になるやん、バカたりどもが。
って周りに配慮して配慮して釣りしとるのに、こういう奴らがおるから釣り場がどん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 なくなっていくやん。これどうしたらこんないっぱいこんなになるの。何ってこれ、まだあるやん。バカって何をやらかしたんやこれ。お勤め袋持ってこんねんったな。でね、本当にこういうのをやめてね、本当にそうじゃないとここも本当に釣り気になるから。本当マジでやめて。自分のことだけ考えるんじゃなくて、だからこういうことをする人は本当にもう釣りやめてほしい。あくまで自分たちは釣りをさせてもらっとる立場やからね、それ忘れたらもうあかんすよ。手が塗っちゃった。ヘッドかな。浮くのやめたかな。浮くのやめたかな。いいなぁ、いいじゃん。あかんに、あかんに、あかんに、一本来てくれんかな。まあ一回釣れてんけどな、まあ怒らしてやけど。よい、お、当たった。あ、話しとる。マジか。お、おっしゃ。いた。いるやん。おっしゃ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 。来たー。カワチーが来たぞ。こっち向いて走っとったんだお前。あー、かわいらしい。ほら、うわ、すっげー深いとこまで。深いとこフッキングしとる。ね。ええやん、来てくれた。これ聞くな。オッケー。で、オリジナルくんですよ。オリジナルの。よっしゃ、取れた。はい。オリジナルのサイコロです。これ来てくれたぞ。20センチ。23、4。遅えけど。サンキューです。ありがとさんです。
よいしょ。ああ。あったりちっちいし、躊躇なく飲み込んどったな。すげえ威力。ガード曲がっとる。ええやん。これでサイコロのオリジナルでも釣れるという証明が。あとはサイズ測らんけどね。やっぱ逃がしが効くんかね。ええやん。こんちゃーす。昨日大量やってんの。ねえ、なんで一人で釣るん。あ、今日釣れたよ。うん。2本。40分も来たよ。うん。えへへ、よいしょ。やべえ、やべえの釣れた、やべえの釣れた。これ見て、これ見て、これ見て、これやばいっしょ。これこんなでっけえのやばいよ。思いっきり技来たかと思って。でっけえ。あ、よくそこ出たとこ。え、何